右手まで1つ気を切りました。皆さんこの柏の市議会納得が言ってるでしょうか。柏の市議会これでいいのでしょうか。柏市の生活はもっともっと良くなる。20年後30年後もこの柏市政を目指し、この柏二世のための政策を打ち立てていくのか、岡田下さんです。柏市議会議員選挙がいよいよこの町でも行われる予定でございます。本日はこの柏市議会議員選挙にチャレンジをして、その気持ちで意欲に応じております。岡田市長に立った社会保険労務士の岡田下でございます。そのたくさんの相談、ボランティアで受けた相談の中には、一社会保険労務士が解決できる問題もちろんたくさんありました。しかしながら、それは一人の岡田千という社会保険労務士だけでは解決できない問題もたくさんありました。そこで私はぜひ8月の柏市議選挙チャレンジしたいと思っております。社会保険労務士の岡田